ここにいる先輩からこの穴向け学校のいい子いいことが聞きましたが、だから私もこっちで勉強したいと思いました。私沖縄にいる時は車の勉強する時一人だけになると思ったけど、高松来てから他の友達もあったから気持ち嬉しく なりました。汚い仕事だから女の子はやりたくないけど、私未来がいいと考えてから自動車の勉強をしたいです。ちょっと難しいけど、日本語とかもちゃんとわからないだから難しいけど、頑張ればできると思います。先生の授業は分かりやすい言葉で教えるだから、先生も優しいから楽しいです。あとはビデオとか、見せるだから分からない言葉はビデオを見てからよく分かるようになります。先生は分からない言葉は体を使ってから、こんな感じとこんな感じ言ってから、私たちも見てからよく分かります。先生たちが多分バイブレットとかするときは体と手こんな感じにするとか、あとは分からないトゥースとかあったら先生たちが持ってきて、これこんな感じこれこんな感じと見せる、だから分かりやすいです。私卒業したらトヨタの会社で働きたいです。まだどこにするか決めてないけど、こっちに住んでみて、もし生活が簡単だったらこっちに住んでこっちのトヨタ会社で働きたいです。私の考え方は他の学校よりといいと思います。なんでか理由は1日に少ない時間勉強するだから、わからないこととかあれ覚える時間がいっぱいになって覚えやすいです。はい、これから頑張ります。